信じていたい天才かやぼりと思いますけどね、うん、さあ親は引き続き文豪だ南三極一本場ドラが三腕いやまさかのことが起こってしまったが茅森がいきなりチーソーを引き入れて、はい、全然羽つまなんかしたらいきなりオーラスがすごいことになりますからね、うん、さあ天才茅森このまま終わるのかはたまた盛り返しがあるのか。阿久津は仕掛けていきそうですね、場合によっては。さあ、天才かやぼりの国士か。まさか、ちょっと、もう国士でしょ。もうやめて。もう、ここでね、宇治田さんの時もちょっと10万払うのはね、これ10万円狙ってほしいですね。狙ってほしいんですか。前回単品聞きましたね、面単品つもドライチも10万円以外に上がる必要がないですね。そうですね、うん、上がってほしいです。これは歴史に残ることになるのか。文豪ちょっと聞かないですね。パーソとか急走とかね、急ピンとか純ちゃん系に行くと打点的にも、これは嬉しくないけど、嬉しくないけど一応あれちょっと重なりないんですよこれ。あれイーシャンテンと文豪が実質イーシャンテンみたいな、すぐねイーシャンテンになりますからまさかなんだこれは。いや、まあ、どうするかな。3万匹も見るかね。一応ドラのくっつきを見てほぐしましたね。パワーワンをほぐした。2万え何来た。13名のイーシャンテンじゃないですか。怖い。何これ、何これ、何が泣けないんですよね。何が場に3枚なんでラスト何を引いてきたら、恐ろしい。何ということでしょう。1万かこれ、どうすっかな。あーこれは一応ローマンが場に2枚でほとんど引きづらい。やっぱり取らない。いやーやっぱりドラのくっつきを見る、うん、そして何待ち、何待ち、何待ちの天敗が入った。これ使わない人かわいそう。うわーしゃやだこれまだ余ってないんですよ。なんだこれ、だまさに何がこれ、かやもりから出たらちょっともう帰るまでありますよ。かやもりはね、まあ行くしかないんでそのまま帰るまであります。あ、6チップのイーシャンテンですね。うわ恐ろしい。いやこれまださすがにテンパってるとは思わないんで、ちょっとこれ4万8000円上がったらやばいっすね。4万8000円、そして10万円。これ今目の前で一体何が行われているんだこれ。こんなね、なんが一体どこに怖え。ちょっとね、何がもうこんだけノータイムで打たれてると、まあ、そろそろ、うん、そろそろ雰囲気出てるかもしれないですね。雰囲気出てますこれ、うん、まさかね。いや、まあ、でもまさかテンパってるとはみんな。あ、ちょっとやっぱり嫌がりながらもう、ね、あーしゃしゃです。怖え。まだまだやっぱり気づかれてなさそうですよね。さすがにまだでしょうみたいな。まだでしょうみたいなね。いや、そうでしたけどね。いやでもやっぱりまだでしょう的な。あ、考えた考えた。9ピン一応やめた。あ、やめて、あ、テンパイはテンパイですね。テンパイ取ったんです。7、7はでも上がれない。もう一曲あるかもな。これは怖え。うう、4枚目は、何は4枚目って分かるんですよ。国士だったら絶対それだって分かるんで、うん、はい、その時がどうかですよね。うえ、余ってる余ってる。あーテンパった。あ、テンパったが、これリースピンは、スーピンが場に3枚。どうなんだろう。どうします。リーチリーチ行くんじゃないですか。ドラあるし、もうロシアンルーレット。ロシアンルーレット、まさに3着ですからね。宮内、これ掴んだら枠つ難しいですね、立場的には。うわー、またドキドキタイムだ。心臓に悪い。まあこれは阿久津はいかないでしょうけど、あと文豪の手をどう見るかって。そうですね、だから文豪が危険牌持ってきた時にどうするかですよね。いや行くんじゃないですか。まあ行くでしょうけど、まあ間違いなく行くでしょうけど、うん、それを見てヒヤッとするのは宮内。
これ地ピンだからなんですよね。地ピンからだから行く意味がない。ケツの穴が寒いですよ。スーソー、あ、来た、スーソー来た。もうあーって、って感じです。これ宮内は寒い、何事って感じです。何事ですよね。いやもうワクチンいかないですよ、これ見たらね、これは見ても、うん、あんなスーソーのタイムで打たれたらことはないでしょう。さあ2人の世界もう茅森も完全抜いた。さあこれ急須は現物、なぜからぎりするサボって、いやいやもう降りた風に見せたいんだ。あ、現物か。あ、うん、さあだがテンパっているな、なん、いやいや、なんがどこにいる、いるの。おい、来た、迫った10万円藤田さん目の前でもうね、ドン引きしてますよさあこれはさすがにドン引き、そしてみんな飛ばしましたよ